中田せよ赤星赤星てめーへいです、うん、さあ今回も僕とのメンターですね、はい、その近いリセットでカレーを作ろうということで、はい、油から処理しておりますぞ。準備をしようということですね、はい、今回使うのは、あの木麺スープに加えまして、お野菜や牛ロース肉なんかを使いますね、うん、あとは伏せ油もカレーだなマジでですね。お野菜たちはこのように来てくれております、ね、調理は以上です、はい、だからそれをこうアフレコするっていうのは変な気分ですねあの全員この場にいたんですそうっすか、喋れなかったことを喋りますよ。ああなるほど、取りこぼしとかじゃなくて全てを全てです、はい、あの時できなかったことを、はいはい、作りましょうね。飴色になるまでカレーの作り方ですからね、これはもう基本的な、まあ、最初はね、まあ油だけは僕麺さんの使って、そう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 、あ、でもまあ、こちら牛を炒めるときは牛脂で、はいはい、まあ、豚と牛とね、鶏のトリプルを目指しております。3みたいね、3みたいのね、まあ、鶏肉はね、今回使ってないんですけども、あの、木麺さんのスープが豚と牛のダブルスープなんで、うん、牛を入れることによりこう完成しているんですねついについに完成したんです。お野菜、生肉じゃない、牛のカレーだな、ね、トリプル意識してなかった、別にダブルでいきます。あ、ここの木麺スープを、はい、だから水とか一切使う、そういうことなんだよ ねラーメンスープで、そうそう全部言ってましたけども、ルー入れてないのに超カレーっぽい、もうカレーだもんな、そうなんです見た目が。ただね、この時点では玉ねぎの甘みを含んだなんだか美味しい感じの、ね、そう、なんかやたらうまかったよ、やたらうまいですね。そう、ローリエでね、肉の臭みもあるかもしれない。たまたま家にローリエあったから、たまたまあるか、あるんですよね。赤干し返しで油もちょっと味付けをしておりますね、濃くなりすぎないように取り出しておりますね。そして使うのが、プレミアム熟カレー辛口、あ、初めてだったこれ、あ、そう、食べるの、使うの、使うの、あ、そうですか、大抵バーモントバーモントバーモント、はい、私は私でね、あの盛り付けていて、お二人はまたこれ別の盛り付け方をしているということなんですが、そうですね、一旦僕はこれお椀でね、綺麗にご飯を作って、そしてうずらを置いております。うずらを置いておりますのレベルじゃないいっぱい入れたねこれね、ご飯は1合ぐらいで、準備をしておりますが、そこじゃないのよ、ええ、いやそうねうずらがすごい、やっぱり触れていきましょうね。うずらはね、鶏卵よりもですね栄養があるとのことで、マシマシでちゃっておりますね。栄養価を意識してます。栄養価を、はい、意識して乗り切りたい、ね、栄養型じゃないですか。型ですか。型だね、これは。いやまあね、多すぎる。柔らかさはやわですけどもね、なるから。その型じゃないって、ね、行きましょうか。既存のルーをですね、もう後からこうもう追い抜いていくんじゃないかぐらいのコクが襲ってくるんですね。これね、本当にうまい、うん、その通り、マジで大正解だったね。なんだろうな、いや、もっとルーについて喋りたいのに、うずらにいっちゃったよ。うずら、いや、これうずらとこのルーをね、どんどん混ぜて、僕はまろやかさをね、増やしていく。まあ、ルー改めて後で話しますか。そうなんですよね、ルーについて喋りたい。いや、どんどん喋っちゃっていいですか。いいですか。いいですか。あのね、本当にそのラーメンスープの良さが消えるんじゃないかと思ったんですよ、うん、スパイスで。そう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 、全く消えない、うまいよね。結局カレーが勝っちゃうんじゃないかと思ったら、そんなことなかったんで、ね、そう、あのうまさが再現できてるんですよ、で中で、あ、で、うわ、カレーうまうまい、カレーの中に後味でそのラーメンの風味が偏ってくる、うん、そう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 、やっぱ、ね、だから、うん、やっぱ蕎麦屋のカレーもそうだけど、やっぱお出汁を入れてるってのがやっぱ、そういうことだよ、めちゃめちゃうまいんだなって思いましたね、やっぱ、うん、深みの部分をちゃんと味わうことができるという、うん、めちゃくちゃうまいですよ、これマジでやってほしい、うん、そうなんだよ、もうだって俺この日ね、革命の日だって叫びましたもんそうねレボリューションな感じで、ちょっと従来のカレーに戻れないんじゃないかってぐらい、ああ確かにね、うん、もっと喋っていいですか、いいです、どうぞ、もうこのステータスが無視して、あ、はいあの走られて2番出ましたが、はい、何のステータスこれオーソドックスなカレーの作り方を知っただけなんですよ、確かに、まじであの水をね置き換えただけだからね、そうそう、水をその木麺さんのスープに置き換えた、いやこれだけでこんなにだってザキさん食った時言いましたね、うん、あれこれ寝かせたって、いやそう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 、かといってそのラーメンとかのしょっぱいとかじゃないんですよ、別に、あ、違う違う違う、全然違う、あ、そうね、なんかあの味の情報が多すぎるわでもないんだよね、そうそうそうじゃない、純粋にカレーとしての強さが強くなってるんですよ、そうそうそう、もし持ち帰りで、うん、そのラーメン食べた後にスープが余ったらマジでやってほしい、やってほしいっすね、これはね、今後ね
ザ・シーツチャンネル、セオのチャンネルです。セオのチャンネルでも、実はね、セオと俺は別の盛り付け方をしたりとかしてるから、はい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 、そういうことなんですよ。そうそうそう、そっちバージョンも上がってるんでね、パラレルワールドも上がりますね。パラレル、はい、うん、じゃあ2つ見てね、2つ見たらこんな感じなんだって確かめてもらって、確かめてもらって、はい、で僕の方もちょっとぜひ登録していただいて、あ、そうですね、はい、ということで今日は一旦僕とロメンさんのカレーアレンジでございました、はい、まだスーパー余っていますごちそうさまです、はい、